テランドブログの時間です。はい、本日はなんと、日本最高級の前方後衛墳があり、それがあの佐野の墓とその村の、ね、長老がこう口伝で引き継いできたと、はい、言われているこの地域、うん、そしてあの有名な佐藤光郎さんが引き継いだレイビレッジという村に、はい、来させてもらっております。よいしょ、レイビレッジ来ました。お願いします。これやばいよ。来ましたよ。太陽がちょうどこっちを向いていて顔向きちょっといつもより顔険しいかもしれないですけども、ね、普段は全員笑顔なのでね先月ぐらいですかね、佐藤光郎さんとこうお会いさせてもらって、村のお話を聞かせてもらい、もうめちゃくちゃ面白いと。おもろかったね。でどうしてももうすぐ行きますって、ちょうどタイミングをバチンとあってね、逸郎さんもいらっしゃるタイミングで来させてもらったわけですけれども、はい、本日いろいろと聞かせてもらってよろしいでしょうか。あ、もちろんです。何でも聞いてください。お願いします。27.5 です。マジでかい。聞いてない、聞いてない、聞いてないことから言い出した。これ会話聞かれた気がした。あれ聞かれてない。そういう第六感で会話されるところなんですか。なんか今聞かれ、足のサイズどうなんか思ってないです。思ってないですか。これレイビレッジがなぜできたのかって、その経緯からお聞きいただいても、はい、まあ、レイビレッジという村について話すと、はい、本当長いんですよ。今日時間ないでしょ。もう何時間でも大丈夫です。嘘でしょ絶対嘘でしょ。そんなキュッとしましょう。日が出てる限り。ここがですね、本当不思議な場所で、はい、伊勢神宮と出雲大社を直線で結んだちょうど中間地点に、はい、要石がまず置かれました、はい、これ数万年前に置かれたと、はい、でこれをペトログリフとやるって言った竹内先生の友達がいて、その方と長年付き合って、はい、その方が来て、あ、ここに丸十字があるからこれはペトログリフだねって言って。なるほど、はい、繋がりの方なんですね、はい、で、まあ、真ん中にこの要石が置かれましたと、はい、で後で測ってみたら、はい、北海道の中心点を中心点っていうのがあるんですけど、はい、北海道の中心点と沖縄の中城城石って言って、はい、安倍の生命が地球で一番天国に近い場所って言った場所があるんですよ、はい、それを線で結んだちょうど中間もここになるっていうことで、あのレイラインはよくあると思うんですね、統計のレイライン、はい、そうですね、で北緯のレイライン、それが交わるところって1点しかないので、はい、A ポイントになっていて、でこの場所にあまりにも気の流れがいいっていうことで、もともとここに光の楽園、後楽園っていう保養所があったんですね、でその時に全国各地からも人がわんさか来て、その中の一人に当時の気候団体でもう世界的にめちゃくちゃ有名になった団体があって、はい、ちょっとお名前は言えないんですけども、はい、その方があまりにもこの気の流れがいいと、こう後ろ見ての通り癒し路地って言うんですか、ちょっと僕わかんないけどね、はい、その場所になってるからということで、ここ買い取ったと、その人が、はい、買い取って、そこに3億円かけてピラミッドハウス、あれ日本最大のピラミッドハウスですけども、あれを建てたと。で、あれがギザのピラミッドと同じ比率になっていて、向きも一緒になって作ったと。で、ここで昨日科学的な研究されてたそうです。世界のどこに行ってもこの先生も名前が分かるぐらいなすごい人だったんですけども、その方が亡くなった後に運営できなくなるわけですよ、この施設を、すると、あの作家の小林正観先生って有名な、はいはい、その先生が、今度はこちらを引き継いで、その小林正観先生がまたここ運営されてる時にいろんな登場人物が出てきて申し訳ないんですけども、はい、足立育郎さんって言って、はあ、その方も波動の法則って、後でここになんか背拍子を見ると多分出てます、ここに今、はい、足立育郎先生がここに来てですね、はい、でなんかその方は世界中に波動調整器っていうのを11機設置してるんですって。世界中に、なんか世界各地のものすごい波動がいいところに、はあ、でなぜかそのうちの3機がここの敷地内にあって、良すぎるってことですね、ここなんか、はい、で僕ここの契約した時に、はい、建物何を壊してもいいって言われたんですね、はい、で実際ここにあったこの旅館はもう壊したわけですよ。あ、旅館あったんですか、はい、ここみんなでこうボランティアでもう手で壊したんですね。そんなこんなって延べ人数3000人でこうやって3000人多いな、延べでね、延べ、はい、みんなでこうやって壊したんですけども、何を壊してもいいけど、この波動調整器にもし触ったら日本が沈没するよって言われたんですよ。そんな大事なで、なんか、だから引き継いだ時の条件が波動調整器は絶対に触らないでください、まあ、そういうすごい場所なんだろうなと思って、まあ、引き継いで、はい、僕も一生懸命盛り上げてやってるんですけども、なるほど、まあ、小林正観先生が亡くなった後10年間誰も来なくなってしまい、はい、あってことで作家なので作家系統の仲間から引き継いでくれと。なるほど、ということで引き継ぎました。で、その後にここはこのボランティアに参加してた人たちがいつもこういるメンバーというのができて、はい、その方たちがね、村の人が来た時にこう笑顔担当みたいな感じでこうスクランブル発信していくんですよ。村の人が来たらこうニコニコって笑顔をまきながら、いいっすね、そう、村との、ね、関係性を、なぜかっていうと村の人がこれまでここ宗教団体だったから、あ、今回も宗教団体だろうということで、なるほど、僕ここを引き継いだ時に住民さん、裁判にかけられてしまって、その小林正観さんの後に引き継いだ人がその宗教の方だったんですか。実際小林正観先生もありがとうを100万回言おうとかなので、村の人からしたら宗教なんです。なるほどその前の機構も宗教で、まあ、間にも宗教がいて、はい、今回も無事宗教だろうってことで
ということで住民100名の前で、はい、僕こう被告席のように座らせられて、はい、まあ、とりあえず小林正観先生知らないスタンスで言ったんですよ、はい、まあ、知りませんって言ったら住民の一人がお前のブログに正観先生って出てくるって言ってあちゃバレてたのであちゃで、まあ、その時にすごいこう、まあ、行ってきた村の方がいて、うん、はい、その方が今では一番の味方になってひっくり返したんですね。そうだからこの方たちがもうずっと笑顔でこう接してくれて、うんうんうん、でそれから引き継いで2年ぐらい経った時ですから、はい、もう村の長老がここに来てくれて、はい、で教えてくださったのが、はい、この村には、実は秘密がある。なるほど。でここ宵の村っていうのはちょっと不思議な村で、はい、こっちの方向全部山に囲まれてるんですよ、はいはい、そうですね、確かに。でここに伊保川が流れていて、ね、誰も入れないエリアなんですよ。もうぽっこりと開いた穴、部屋、トンネルがあるから来れましたけど、はい、僕たちも、はい、でこのトンネルも15年とか10年とかめちゃくちゃ最近なんです。へー、新しい。そうで、このトンネルの前は宵の洞門って言って、今日これからご案内しますけども、はい、1人の男が岩をくり抜いたところがあって、そっからしか入れなかったんですよ。へー、そういうなんか不思議な場所でして、村の長老が出てきて、実はここにはスサノオノミコトの古墳がある。いやー、有名なスサノオさんので、今トゥーライド Vlog さんは今まさにスサノオノミコトの古墳をあそこに見ながら、あー、なるほど、あれだ、太陽がちょうど昇るね、角度、あそこが周りの山の中に山とは関係なくぽっこりしてるの分かります？分かります、はいはいはい、あるっすね。それをまあ教えてくれた村の長老が、まあ心を許してくれたんでしょうね、はい、でその方でも80歳、80のその人でもギリギリ知ってるライン でその方のさらにおじいちゃんの頃は入り口も分かってたんですって、はい、北側になんか入り口があったみたいで、その古墳ので、あれ思想市っていうここ市なんですけど、はい、思想市の文化調査も入っていて、で周りにちょっと池も今でも残っていて、はい、前方後円墳だったことが分かっている。それ相当昔の前方後円墳じゃないですか。そうです、だから日本最高級です。今知られてるのが仁徳天皇かな、陵が多分一番古くて、それからさらに、じゃあスサノオってどのくらい古いんですか。多分古相手間違えてます分かってなきゃチャンネルが、そうそういう、あの彼はあの日本史は一切興味ない、そうなんですか、相棒なんで、ひたすら僕はプレゼンし続けてるんですが、日本史が一切興味がない相棒なんです。相棒なんです。ギリギリまだ心動いてない。なんでやねん。まあ、だいぶ昔ですよね。だいぶ昔。日本神話で言うと相当昔です。だから神代の時代ですよ。人世の前の時代、うん。それがあそこに。そうそう、あそこにあって、で、あのアマテラスがもしも日本のどっかにお墓があるって言ったら僕嘘だと思うんです。なるほど。アマテラスは高天原から降りてきてないんですよ。確かに。古事記、まあ記記どっちにも書いてないし、仙台九時本記にも書いてないし、うん、でもスサノオは古事記にも、うん、日本書紀にも降ろされたって書いてあるから、そうですね、多分唯一墓があっておかしくないのがスサノオで、あれである。なるほど。それを聞いた時結構衝撃で、だってその長老さんは村の秘密としてずっと持ってたわけですよね。秘密として、まあインタビュー動画後で差し上げますけども、はい、残しは良かったけど文字がなかったけのって言ってたんで、だから昔の人文字がないぐらいからあるんでしょうね、あれが。あ、これ大発見じゃないですか。大発見&トゥーランド Vlog さんに僕がお願いしたかったのが、はい、この人たちが死んだらもう誰もこれを口伝していかないっていう。なるほど。一応僕のチャンネルではやったんですけども、これを残してほしくて。なるほど。まあ1ヶ月前にお会いする前にも、2年前ぐらいお会いした時にも、ね、確か僕チラッとこういった村をやり始めますって言って、はい、まあその時はまだ長老とは関わってないけど、はい、まあ、そのご縁でトゥーライド Vlog さんの力を借りて、なるほど、日本にはスサノオノミコトの古墳があるんだよと。ちょっと待ってください、これやばい話っすよね。やばいやつや。え、長老さんはこのずっとある種隠してたというか誰も入れない場所で三郎さんになら言っていいってことは、もうそれをある種より出していこうっていう。ああ、もちろんですよ、はい。すごい時代っすよ。スサノオの墓聞いたことないっすもん。聞いたことないね。僕もその後そう調べたけど、はい、本当にないんですよ。ないっす、ないっす、ないっす。スサノオの墓っていうのだけは本当になくて、でもじゃあ日本書紀とかにはちゃんと降りてきたんだから。そうですね。どっかにはあるはず。根の国に最後行ってるんですよ。まあ、冥界みたいな。ってことはここを選んだってことですよね、最終地点。あ、確かに昨日カタカムナの先生が来て、はい、ここ読むって平坂に関係あるって言ってたんで、じゃあまさに根の国ですよ。かもしんない、ひょっとしたら。そうだね、陽でもない陰でもない、ちょうど 0ポイントだしね。そうっすよね。そう言われたらそうか。やばっ。やばい場所やん。でまたそのとんでもない神社がこの辺りにあるっていうのもお伺いしたんですけども、まあこの村、はい、実はあの宵の村っていう名前があって、うん、宵っていうのは与えるって書いて、はい、うん、暗いって書くんですね、うん、なので多分ここに王朝があったのは間違いなくて、やばそれ、王朝がそれぞれに何だったら多分ですけども、もともと機械面カルテラがボーンってなって日本から朝鮮半島上まで行って、はいはい、米の北限ってもう分かってるんですよ、はい、どこどこの遺跡まで、うん、でそこからまた戻ってきてるんですね、はい、だから
実は渡来人って朝鮮から来たんじゃなくて、日本さらに言えば、まあ与那国あたりのムー大陸ぐらいから上がっていって戻ってきてるんですよ、みんな。ほう、やっぱ噴火が原因で、もちろん機械島カルデラで多分地球がちょっと寒冷化したんでしょうね、僕の母は与那国なんで、まあ、そこら辺からの流れでこう上まで上がっていって、米の北限が実は分かってるんですよ。放射性同位体で検査して、米のゲノム解析して、どこの遺跡を発掘してもこれ以上上には米がないって北限ラインがあるんですよ。なるほど。だから南から米が行って、でさらにアマテラスという名前でやってきたっていうのは分かってるので、もちろん王朝がいろいろあったと思うんですよ、で古事記日本書紀書かれた頃なんて、日本国内もぐちゃぐちゃですよ。そうですね、ぐちゃぐちゃなので、自分たちの地位を説明するためにもちろんもう勝者の歴史として書物はあるんですけども、でその中で多分あのこれが余威っていう名前っていうことは、まあ王朝がきっとあって、でそれぞれに位を与えたと。でその中では多分ですけども、少なしこの御事というか三早比系かなと僕思ってて。なるほど。だから徳佐の神田から持ってきて、神武天皇がまあ沖縄の伊平屋島からこう登ってきてるので、三種の神器と徳佐の神田からでお会いしましょうっていうのが奈良県であってるんだけど、ワンチャンあるのがさらに上の王朝があって。なるほど。逃げ早日にもアマテラス側にも王位を与えれるぐらいの王朝があったんじゃないかなって思っていて、っていうのはこれがね、本当にこの前方後円墳から中点にとって出雲大社まで線引くでしょ、出雲大社と今の熊野本宮線引いたらこれ10メートルもずれないんですよ。もう土中心なので、こんなのはもう計算じゃないとできないことなので、多分な、まあ、何らかの王朝があったと、で与えるくらいの宵の村なんですけども、この宵神社残ってるこういった書き物だけで1700年、で多分この神社の人に聞いたら、まあ、2000年ぐらいはあるってことなんで、出雲にあったホトフル神社か、あれが今日本最高になってるんだけど、多分同じかそのくらいかな。僕ちなみに沖縄のノロの家系で、親が荘園王って沖縄の王党で、でこっち側がノロチャタンドゥルっていうのとの間の楊氏文忠っていう文忠なんですけど、僕たち、まあ、いろんな伝承があって沖縄には。沖縄本島がこういう風にあって、まあ、よく聞いたことあると思うんですけども、沖縄を反対にしたら日本になるよ、で日本をさらに反対したら世界地図になるよって聞いたことあると思うんです。ありますね。はい、相似系ですね、フラクタルになっていて、世界をキュッと反転したら日本になる、まあ、北海道がどこでとかあるじゃないですか、四国がオーストラリア、それをまた反転したら沖縄本島になるんですけども、で沖縄本島をさらに反転した時に伊平屋島っていうのがあって、でこの伊平屋島っていうのがもう本当に北海道もあって形がそうなってるんですよ。で伊平屋島に残る伝承で神武の送り出しっていうのがあるんですよ。で神武伊平屋からこうやって送り出されたら黒潮に乗りますよね、黒潮に乗ってちょうど行くのがちょうど日向のあたりなんですね。で神武が雨降りたくなって、日向の港には神武迎え入れの儀式があって、この期間がちょうど海流に乗っていい塩梅らしいんです。じゃあ思いっきり海洋民族的にこう言ってたんですね。だから何月かはちょっと覚えてないんですけども、伊平屋村が送り出したのが3月だとしたら、ここで迎えるのが5月、そしたら2ヶ月間ちょうど海流がいいの、この数値は分かんないけどもぴったりなんですって。それがさらに久高島のぬるさんに聞いたんですけども、沖縄ってね、こう本島があるでしょ、こっち側に伊江島、伊是名島、伊平屋島ってあるんです、伊って伊勢神宮の伊がついて、伊勢神宮洋側は3の数字を持つんですよ。こっち側は8で出雲側なんです、出雲って八重垣八雲の8です、で8と3っていうのが結局日本の結びになってるんですけども、沖縄のこっち側に8つのね、また諸島があって久高島含めてね、こっから出た王朝は乗ったら島根に行くんです。だから沖縄からこう出ていったものがこうクロスしてこっち側に伊勢、こっち側に出雲でたどり着いたって、沖縄にはそういった伝承ももちろんあって、なのでまあ多分まあ渡り元からこうやって来てみて、いずれかの王朝がここにはきっとあって、由比の神社っていうものでみんなに多分位を与えていて、でスサノオノミコトって、これを人類史だと置き換えると、さっき言ったこのペトログラフの岩を置いたものよりもやっぱスサノオとかちょっと新しくなるはずなんですよ。確かに、で新しくなってるので前方後円墳があって、でもっと古い時代の金飯があって、そんな感じかなと。すさまじい歴史がここにもあるってことですよね。多分この村の人たちはねそれ知ってて、はいはいはい、今だから長老含め多分何名かしか知らないんですよ。うわー、すごい場所だ。じゃあ早速佐野の墓って呼ばれる場所に行ってみたいと思います。お願いします。はい、ということで土井神社に来ていただきました、やってまいりましたね。見たことない字ですね、これ、なんか与えるという感じの旧漢字らしくて、位を与える、はい、位を与えてきた神社でしょう。2000年ぐらいもなるんじゃないかということで、もう杉の木もわーってすごいのが、ああ
あ確かに年季の1700年とか2000年とか、うん、ご祭神ちょっとあの、スタローのことと串名大姫なんですね。出雲神社って、あの出雲大社あるじゃないですか、向こう、はい、出雲大社って、はい、うちの、 あの海の底に沈んでるの知ってますか。あ580年頃にあった地震で、うん、結構日の岬の向こう側に沈んでるんですよ。さっき言ったこの伊勢と出雲の中間っていうのは、はい、そっち側なんですよ。なるほど。そことその時に元伊勢が実は雲が出る神社って言って雲出神社っていうのが元伊勢があって伊勢あらだからもうヒント強すぎて出雲と雲出があって逆にしてるやつが、はい、それのちょうど中間地点がスタノーのあっちのトップになるんです。うわ古墳の地理的にも全然おかしくなくて、スタノオたちが向こうから海から上がってきて、はい、で奥様の稲田姫、確か実家で迎えて、うん、でそのまま普通に来れる距離なんです、ここ山を越えて、ここに来る。だから、お亡くなりになったのが多分ここ。なるほど。結婚して、そのルーツたどると本当にちょうどここら辺で来れると思うんですよ。なるほど。なので、夫婦でちゃんとここで収まっているっていう形になります。皆さん、こちらがですね、村の長老として紹介した四郎さん、はい、で僕たちに田んぼも貸してくださっていて畑も貸してくださっていて今僕たち自給自足の生活ここでやっているのでそれを本当にいろいろサポートしてくださっていて四郎さんスサノオの前方後円墳の話を今していて変えたもんはないけどね、はい、昔から口伝えでなこれはスサノオの墳だって言われてる。うん、口伝えだけなんですよね。今はこう丸いだけになってるずっとあったらしいけどな。あの丸のあの壺の部分です。ああ、あの部分が後円墳が。池作るときな、それ取っ払ってたらしい。取っ払っちゃったんだ。鍵の丸いところ。生活の方が大事だ。あまあそうですね。昔の古い人はな、上の方にどっか入り口があったらしいわ。ところが今木が生えてもって分からないようになってるんです。まだ残ってはいるんですか入り口、うん、探したらあるやろな。探したらば探した方がいいんじゃないですか、ね、確かに昔あったらしいけどな今木が茂ってもってな残ってんや。あそうなんや。四郎さんの奥さんのお父さんぐらいまでだったらみんなもう知ってたんですかスサノオの話。多分そうやろな。でも今の酔いの人たち知らない人多い。あもう知っとる人おらんおそらくですよね。うわ本当に貴重すごい話です。それは本当にここのお宮さんも古いやろ。1500年言うても不思議やないんや。いやめちゃくちゃ古いっすね。すごい。トイとかよく来ます。ありがとうございます。今から神社の方参拝していただきありがとうございます。今日参っていて、まあ、ゆっくり休んで帰ってありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。お邪魔します。ということでここがですね、スサノオの御事の古墳ということで、で、あの村の方にちゃんと僕たちは理解を得て許可も得てここに入らせてもらってますので、はい、まあ、このチャンネルを見て勝手にここに来られては困るので、はい、一度あのレイビレッジで受付してますので、はい、総支配人の野田さん、はい、そちらで、ね、お声掛けください。もし行きたい場合はですね、はいはい、勝手には入らないということで、まあ、古墳に入ること自体がないですね。そうですね、ダメです。で、ね、昔はこういう鍵のマークだったけど昔の村の方で削っちゃって、はい、ここだけ残ってる状態ってことですかね。そう、これがだから周りの堀だったけど。あ、なるほどね。水もめちゃくちゃ透明で綺麗なの。ねえ、なんかすごい綺麗ですよね。今度ね、竹内先生来た時に、はい、その、ちょっと探検しようと思ってるんですけども、はい、多分この後ろのあたりに入り口があったっぽくて。竹内先生見てもらいたいな、これ。すごいっすね。そうやね。トラクエで。うん、あ、ちょっといいですか。入り口もあるって言ってましたもんね。うん、ある今もあるけども、もうどこかがわからないってだけなんで。探したい。探せばある。探せばあるけど。僕はいつも裸足で登るようにしますから。靴で踏みつか。つけないよ。三輪さんとかはなるほどみんな裸足で登ってるじゃないですか。はいはいはい、はい、僕実は 2000m 級の山もアーシング登山で裸足でやってたので、あ、大丈夫です、大丈夫なんですけども、僕はそんな敬意を持って登ってたらいいと思います。敬意僕らも裸足でいや本当に大丈夫です。僕はその方が気持ちいいので、結構普段アーシング登山してるで、まあ、勝手に入らないって約束だけお願いします。はい、やってみましょう。はい、お願いします。ね、良かったです。帰りがね大変なんですよ。一番まだ。ああ、そうですね。確かにね。この登りくらいから。たまに最近はちょっと増えてきました。こういう機会で。最近だったら三輪さんとか、まあ私の方もいらっしゃいましたね。ちょっと僕、裸足になりましょうかね。今、本当にちょっとでも裸足。でも、まさきさんが。住んでるやん。古墳人やん。裸足がいいところが、俺、霧島連山知ってる？はいはいはい。あれも裸足で登ったんだけど、あの、足の裏が、
その山を覚えてるの。霧島、話になりますやっぱり。霧島連山って、あれ、実は結構ガラスして危ないのよ、ほんとに。と、あと、近畿で一番高い、ミセンって知ってる。はいはいはい、ああ、わかりますわかります。それも裸足で登って、あらそして足の裏が、さっき言ったけど、目じゃなくて、なんていうの、感覚で覚えてるっていうか。なるほど。あの山はどんな、ね、感覚だったか、足の裏が覚える。すごい、ね。それは研ぎ澄まされそうですね。私になったら、落ち葉を踏むのが気持ちいいっていうのがわかるから。ああ、でも確かに。ギリシキの落ち葉を選んで歩いてます。足つぼ歩いてる人みたいな。足の裏って、だって何のために発達してきたかっていうと、地面を歩きたのなんで。まあ確かに、野生の頃はね、こう岩だろうが何だろうがね、歩いてきたと思うんですけど、ちべてーちべてんだ。足はちべてー参加してら参加してら目覚めさせよしっかりと。うわ、太陽がすごい、すごい西日のなんか太陽だ。ああはい、こちらが佐野の墓の頂上ということで、ですね、ちょうど太陽がここにバンと本当にいい時に来たね、すごい持ってますねお二人は。いいタイミングでちゃんとね裸足で途中本当に後悔しましたでも気持ちよかったんじゃないですか。あ、気持ちよかったです。でもなんか、ねうん、足の裏がもうこれは覚えてます、ね、確かに、はい、でここでねサンプさんね、はいはい、この場所からあそこを見ると緑の三角屋根ちらちら見えますか。あ、本当だ。あ、ピラミッドだ。ピラミッド。先ほど伝えた通り、あのピラミッドハウスはその当時の日本のもうトップの気候団体が作っていて、はいはい、多分計算したんだと思うんですけども、南中時刻って知ってますか。南中時刻、はい、南中時刻っていうのはその地域で一番太陽が上に上がる瞬間、うんうんうん、エネルギーが高くなる瞬間。不思議な話をすると日の出の時間って毎日変わるし、はい、日の入れも変わるじゃないですか、はい、だけど南中時刻って日の入り引く日の出のちょうど真ん中なんですよね、うんうんうん、なのにこの時刻は一年中変わらないんですよ。おだから兵庫県明石市に住んでる人は南中時刻は常に12時、うんうんうん、で北海道に住んでる人は11時半ぐらいかな、うんうんうん、僕自分が住んでる沖縄の那覇は12時37分って覚えてるんですよ。そしたら一年中太陽は天照ですが一番高いエネルギー高い時に拝むことができる。なるほど。それが南中時刻なんですけども、ここ多分計算していて、たまたま僕ここの辺の地域の南中時刻の時にここ上がってきたんですよ、はい、そしたらあのピラミッドのこっちの面が光通信でこっちチラ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 してるんですよ。ちょうど照らされるんですか。照らされて、しかも南中時刻にちょうどここに、まあ、ビームのようにバーって送るっていうのがあって、あらーすごいギミック、まあ、だからそういうのを分かってる人に聞いたら多分これも計算してあの角度とここを照らすっていうのをやってるよって言ってたので、はい、この真ん中がね今桜の木があって向こうに祠がありますけども、はいはい、この前方後編向こう側にこのその部分が伸びていて、はい、ここがまさに土中心になるわけですよ。さっき言った出雲海底の出雲と雲出の土井線で、北は北海道と南は沖縄、うーんでさらに言えば熊野本宮と今の出雲大社結んでもここになる。何かの中心地点、前に見えるのが伊保川なんですけど、あれが前を塞いでるわけまずね。なるほど。左までこう行くかなと。来てるかな。で裏は見てください。全部山。山っすね。だから裏からは絶対入ってこれないし、前はあの川なんで、あ、この前方後円墳の周囲なんだったら僕これ自体がもう前方後円墳じゃないかなと思って。あ、宵の村自体が。なるほど。そのくらいの場所にここが建っている。唯一昔から岩を削った場所から入れたんでしたっけ。はい、そして、まあ、あのトンネルが10年か15年ぐらい、あれがね、はい、あれが15年前ですか。 10ぐらいかな、うん、ほんと最近なのよ。でそれまではちょっとあの左側にある一人の男が全部削ったっていう土井の洞門そこから唯一入れたけど、それくり抜くまでも誰もだから入れてなかった場所。不思議な場所っすね。すごいですね。そんだけ隠され続けた場所がこの15年20年なんなら光郎さんが入ったことで、まあ、長老の方も言っていいよっていうことで開示されていってるわけですもんね。確かにそうだね。この時代にやっぱどん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 いろんな秘密が明かされてる感ありますね、なんかね、うんうんうん、明かしてほしいんじゃない。
眠ってる人ももうそろそろ明かしてって思ってる。何かしらの理由でずっと隠してきたけど、うん、ある種今は明かしていく時代っていう可能性も、うんね、みんながもう忘れちゃったからいろんなことがあり、なるほど、ね、逆に思い出さないとやばい時代来たよみたいなことでもあるんですかね。本当、はい、その役目を正樹さんが担っていて、僕です、僕でした、お願いします。何も言うてませんけど、ほぼ入れたち神ですもん、多分。もうなんかスサノオの御事がもう本当に全部を正樹さんがお願いしたいって言ってる気がします。言ってる気がします、うん、気がしますって言ってる人がいる気がします、ね、そうなった。僕も同じ気持ちここに3本のポールを立ててるのまたすごくて、うん、多分神様の導きで立ててるけども、3っていうこの神聖な数字の3つに、ここ鯉のぼりの時期に鯉のぼりがパタパタって登るんです、はい、スサノオって旧暦の5月5日、うん、沖縄でも実はそのスサノオに関する祭り事があって、はい、だからここに鯉のぼりをこう登らせるっていうのも、うん、なんかそういった伝統でやってんじゃないかなと僕は思ってます。その3の数字とかに何かあるんですか？3っていうのはもう宇宙のだってスタートじゃないですか、ね、宇宙全体で3って一番神聖な数字なので、うんうん、ありがとうございます。いえいえ、本当にこんな貴重な機会をいただきまして、来ていただいてありがとうございます。ちょっと定期的に会話していただきたいと思います。本当ですか？これ今ここで嘘ついた人って死ぬって言われてて今取られちゃった、ね、よくない気はします。でもね、一応ちょっとさっきもイベントさせてもらったりとか、うんうんうん、出たんで、ぜひぜひ。行っちゃったからもう遊びに行こう。めっちゃ悪い笑い方。お墓使って呪いかけないでください。確かにね。村の様子はちょっとトラックへの方で配信させていただきますので、本日は光郎さんとありがとうございました。トラックへもじゃあ僕も出ていいんですか？もちろんですよ。主に出てください。主に。あと僕の YouTube チャンネルにもお二人を招いてもいいですかね？もちろんです。お二人を招いて、ちょっと僕のチャンネルの人たちにペトログリフを分かりやすく教えていただいてもいいですか？おお、なるほど。もう僭越ながらちょっと。いやいや、お願いします。僕も分からないんで。じゃあそれは僕のチャンネルでぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。